ロン日本 SL メトロン2019ということで、今日はね、先ほども言いましたように3月19日の東日本大震災以降ずっと SL の運行は休みになってますけれども、久しぶりに運行しましたので周りの多くの人が訪れていますね。